丸ハウスへようこそ。園長のゆうきです。はい、というわけで皆さん、猫にまた旅っていうことわざはご存知でしょうか？大好きなものの例えで、好きなものに向かって飛びつくみたいな意味があるんですけれども、昔からこう猫にまた旅といえば、猫ちゃんがまた旅を大好きで酔っ払った感じになるっていうのは皆さんご存知かと思うんですけれども、今日はですね、じゃん、新鮮なまた旅を用意しましたので、うちにいる猫ちゃんたちがどんな反応を見せてくれるのかを検証したいと思います。しばちゃんも興味津々なんだけどでも犬にまた旅とは聞かないよね。聞かない。さっき調べたら、あの、そんないっぱい食べなければいいみたいよ。あ、そうなの。うん、シバまた旅だよ。俺らが匂い嗅いでも匂いはないんだよね。ないよね。うん、だから猫だけにわかる匂いなんだろうね。シバにとっては別にこんな反応なんで、猫ちゃんがこの後どんな反応を見せてくれるかだよね。さあ、みんなちゃんとゴロニャーゴするとか気になるところです。はい、というわけでまた旅の絨毯が完成しました。じゃーん。さあ、はじめにどの猫ちゃんがやってくるのか待ちたいと思います。ヤンタロウが来た。
みんなやっぱり集まってくるね。そうね。こうやってなるんだ、ね。すごくない？食べてはいないの？でもさ、なんかやっぱりペロッとペロみたいなさ、なんていうの？ちょっとやっぱりそういう仕草はあるね。うん。うん、誰に教えられたわけでもないのにさ、うん、よく塗った方がいいってわかるよね。そうそうそう、そうなのさ。だから本当体に塗りつけてるんだよね。本能でわかるってこと？じゃない。だって人間だったらさ、おばあちゃんの知恵とかでさ、うん、聞いたりしないとわかんないじゃん。そんな。わかんないわかんない。なんか動物って頭いいよね。やっぱりすごいよね。うん、Wow!
シュガーなんてもうこれ見て、来て早々。すごいな。何をそうさせるんだろうね。面白すぎる。というわけで、見ていただきましたが、全猫ちゃんがやっぱりマタタビには体をスリスリ喜んでましたね。まさかステラまでそういう風になるとは。ステちゃんさ、猫ちゃんだったのね。で、なんで猫がマタタビを好きかっていうと、マタタビに含まれる成分の中にネペタラクトールっていうものがあるみたいなんですけど、それに猫ちゃんが反応を示すみたいで、猫ちゃんってもともと森だったり林だったり藪の中に潜んで過ごしてたみたいなんですけど、やっぱそういうところって蚊だったり虫が多い、なのでこう蚊を防ぐために先祖代々引き継がれてるっていうか、マタタビに含まれるネペタラクトールっていうのを塗ることによって蚊を防ぐっていう効果があるみたいなので、それで猫ちゃんはマタタビが好きっていう、まあ、研究結果が出てるみたいですね。まあ、だから僕たちも夏に使う虫除けスプレーみたいのがあると思うんだけど、そういうのに似たようなオーガニックバージョンみたいな感じだよね。そうね、うん。まあ、人間用にもネペタラクトールが入った虫除けとか出てきたら使えるかもしれないよね。そうだね、うん。実際にこういうのこうなんか絞ってさ、こうやって塗ったりしたら蚊よけにならないのかな。効くと思うよね。うん、うん、だからその人用の虫除けスプレーとしてマタタビが使われた時に、うん、安くなるのか高くなるのか気になるよね。高いんじゃない、そのわざわざそのネペタラクトールみたいな成分をさ抽出してね、抽出してそれがマタタビだけに含まれるのかちょっと分かんないけど、だとしたらさ1280円とかさ高そうじゃない。確かに。今回はですね、猫にマタタビ検証をやってみたんですけれども、皆さんいかがでしたでしょうか。はい、というわけで本日も動画見ていただいてありがとうございました。この動画がいいなと思った方はチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。また次回の来園もお待ちしております。バイバーイ。